オンデキ。おはぴよー、どうも、ひなぴよーです。それでは本日はこちらの、オンデキ、やっていきたいと思います。あー、やりたくない。でもね、前回っていうか、この前、教授棟の動画を出したと思うんですけど、あの動画出したらね、オンデキも一人でやりなよって言われたんで、ちょっともう、嫌になる前に、もう、あーこれ、あーやるって言って、一年後とかになる前に、ちょっとやっちゃいたいなと思うんで、もう、目いっぱい叫び散らかしてやろうと思います。では、やっていきましょう。初めから。やだー、あー電車だー、あ、バスだったーバス。それは様々な人生が交錯する出会いと別れの場。そうかな。それぞれの人生を背負った人々が同時に乗り合わせる。それは電車も新幹線も同じでは？ああ、そう、バスが止まった音か。事故にあったかと思った。あ、失礼します。おーれい。これでも電車の運転手かもしれん。人が触れ合うことで生まれる喜び、悲しみ、怒り。俺は家族と喧嘩したりして嫌な気持ちの時、こうして当てもなくバスに乗り、乗客を眺めて気分転換するのが習慣になっていた。ああ、まあいい趣味なんじゃないかな。一回ね、私すごい思い悩んだ時、どうしたらいいかなってお母さんに相談した時にね、山手線一周したらって言われたことありますね。やっぱそういう気分転換する人いるんだろうな。お、電気が消えた。周一くん、はじめまして、よろしくね。周一くんって人が主人公なのかな。なんだ、うわーい、音がでかい、ピードガーン。それは血のつく雨が煙る午後。俺は宿命を背負う少女と出会った。音がでかすぎる。音がでかすぎて耳が壊れる。事故りましたね。何が起こったんだ。ああ。嘘だろ。おい。他の乗客は大丈夫？まさか、落ちた。あの高さから。これじゃあ、他の人はもう、なんで周一くん無傷なの？強すぎない？五点着地したんかな？無意識五点着地強すぎるんだけど。落ち着け。落ち着け。携帯は、ダメだ、壊れてる。周一くんは壊れてないのに携帯は壊れてるんだ。おー、何者なんだ。すげえな、鋼の体。くそ、寒い。せめて雨が当たらないところに移動しないと。あー、移動。わかりました。走ります？あ、走れない。くそ、ひどい泥だな。くそ、なんでこんなことに。めっちゃクソクソ言うじゃん。あんま言わん方がいいよ、クソって。あー、なんかいっぱいこれ怖い、怖いね。ああ、木が折れた。走れないの？走らして。骨がぶら下がってる。あ、骨？骨ですか？あ、何ですか？人の痕跡はある。近くに休める場所があるはずだ。なるほど。こっちはいけないんだ。じゃあ。骨ぶら下がってんの、怖っ。何？ここの村の風習的な？村かどうかもわからんけど！イェイイェイ。ん？この先立ち入るべからず。立ち入ることになりそうですね。ああ！ああ、びっくりした。俺と同じで崖から転落したのか。そうね、なんか血出てるもんね。中の人は？下にしか行けない。道塞がれてってるね、これね。上にも、もう上行けなくなっちゃったってことでしょ、これ。あ、足跡
ある、これ足跡じゃね。凍えそうな寒さだ。あ、階段、階段じゃねえ、橋。うわー、なんか誘導されてる気がするよ。ここはとにかく雨宿りしなきゃ。まだ骨ぶら下がってんですけど。しかも頭蓋骨やん、これ。どんな趣味だよ。やめといた方がいいって。めっちゃあるね。疲れた。目がかすむ。めっちゃ喋ってくれるね。ありがとう。定期的に喋ってくれるおかげで私、寂しくないよ、今、まだ。ああ、ノーノーノー。開かない。ここ入れんじゃない？入れた。シフト、あ、走れるやん、やった。でもちょっと暗いです。暗すぎませんかね。セーブはどこですか？あれ、セーブってできます？これ何？異物？不穏すぎるな、メニュー画面の SE が。セーブ、待って。ホコリが積もってる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 。どの方向から調べてもホコリが積もってる。生きてる人。どいてくれ。なんだ。あんた、どこかで。そうか、同じバスに乗ってたな。ああ。なあ、携帯が壊れてるんだ。もし携帯を持ってるなら、代わりに外部へ連絡を。それどころじゃない！早く解け！ここはまずい。あいつが、何ですか？来る、あいつが追いかけてくるんですか？あいつ？え？オンダキー。女の人みたいな、なんか髪長かったね。ちょっともうちょっと髪の手入れした方がね、ヘアセットした方がいいと思うね。ちょっとね。あ、この演出ってあれなんだ。この作者さんよくあるやつなんだ。確か教授との体験版でもね、この演出あったね。ここは、ん？お、血がべっとりですね。うわ、これは死体？俺、夢でも見てるのか。ああ、本当だ。なんか黒焦げみたいになってるね。死んでる。嘘だろ。ちょっとところでセーブがしたいんですけど、またこれセーブ少ないのかな。ああ、まあでも走れるようになったからまだなんかちょっと気持ち楽だな。ん？これ何？はしご？うわやめてください。ここはどこだ？さっきの建物の中、なんでこんなところに。これセーブ？これセーブ？やったー！やりました。勝ちました。燃えてる。誰かいるのか？まあ、誰かいるから、ここにね、なんか炊いてるんじゃない？米。食おうぜ。他調べられるところはないのか。下に死体があるのに。これじゃあこの死体、ん？あれ？あれ？どうやって来たんだ？あ？戻れない？あれ？あ、まさか井戸の底にいたなんてどうして？あ、井戸からそっか這い上がってきたのか。もう戻り方わかんない。戻れなくなっちゃった。さっきのさ、井戸の底にいた死体がさ、ここの部屋の主とかだったりせん？暗いよー。雲の差あってる。ギギギギ。もうダメだー、無理だー、助けてー。でかいピアノだ。
あの奥の穴通れそうだな。重くて動かない。そっか、ピアノを動かそうとする音じゃねえんだよな。いや、びっくり要素多くない？おー、実写すぎる。え、慈悲深き父よ、我らを救い導きたまえ。お父様、これ何？なんかもうよくわかんない、認識できないわ。ものがある記者の記録見ましょう。あれから何日経っただろうか。さまようばかりで出口にたどり着けない。クソ、ここでこのまま死ぬのか。三流週刊誌と契約なんかしなければよかった。オカルトなんてまっぴらだ。俺はもっと社会派の偉大な記者として、称賛されるべきなんだ。手帳のそばに血濡れた書類がある。週刊名務、ザ・衝撃ミステリー、2012年8月23日刊行予定。生贄伝説のある行ってはいけない村に潜入。北村じゃん、やっぱりほら。村よ。やっぱほら、骨ぶら下げる風習ある村やん。取材企画書。なるほどね。うわー、そっち行けるんですねあー、なるほど、こっち行けたんですね。何も見てませんでしたね。あ、そうか、ここにしか行けないのか、逆に。何も調べられないね、他は。行きましょう。とりあえずね、とりあえず、いろいろね、調べましょうね。びっくりさせんなよ。うわ、君は、ああ、同じバスだ。なんだ、みんな生きてるやん。確か同じバスに。私、気がついたらここに閉じ込められて出られないんです。助けてください。出られない？鍵がかかってるのか。お願い、他に誰にもいない。誰にも、誰もいないの。ああ、もう喉枯れてきた、叫びすぎて。なるほどね、助けなきゃいけないんだ。ああ、鍵かかってるね。もう、助けてほしいんだったらさ、ちょっと驚かせないでほしいのよね。本当に。寿命縮むからさ。助けられる周一くんがさ、死んじゃったら元も子もないでしょうが。で、なんか今、チューチューネズミみたいな音聞こえた？ああ、中は空っぽだ。ああ、こっちにも行けんのかい。開かない。開かない。ああ、いたなんかなんかいたねえ。なにこれ。人の死体か。見る影もない。広すぎる、広すぎる、広すぎる。ガランガラン、ゴロンゴロンゴロン。死体だらけ、一体どうなってやる。簡易的なベッドだろうか。さっき少女がいた部屋といい、座敷牢がいくつもあるなんて、やっぱり普通じゃない。そやな。食器にはウジが湧いてる。これ食器なんか、生きた心地がしないな。なーい！ああ、なんかめっちゃ虫おる。めっちゃ虫おる。めっちゃゴキちゃんおる。これ踏める？ちょっと待って、あー間違った。エンター押しながら走ってた。ゴキ踏めないの？踏めないね。ちょっとさ、音でかすぎるわ。音。で、何の音だったの？あ？この壁紙奥に何かあるぞ。剥がしましょう。ピロリロリロリョン。何が出るかな？これは？あ、いけるんかい。ちょっと戻ろう。これ何？これは調べられない。古びた本が平積みにされてる。閉じ込められた人間の唯一の娯楽か。なるほどね。じゃあ、こっち行くしかないか。なんだこれ。めっちゃ頭蓋骨いっぱいあるねー。何なんですかここ。調べなきゃいけないかな。ひどい。見らかしている。遺体の胸元に古びた紙が残ってる。見る。裏切り者は一門にあらず。死して償い、初めて許される。これは、
おそらくここで何か恐ろしい企みがなされ、裏切りが起こったんだ。それでこんなことに。この座敷、座敷じゃない屋敷、この屋敷は一体何なんだ？もう帰らせてください。ここどこ？広くね？牢屋の鍵やった！手に入れた！あー！ビロリロリロロ！なんだ今の擬音。村長の訓戒。裏切り者を突き止めた。分かった以上、放ってはおけぬ。これは、粛清、粛清であり、見せしめであり。りゃりゃりゃ。これは粛清であり、見せしめである。村長怖い人。許してあげてよ。内鍵を外した。なるほど。ここ、内鍵どこに繋がってんの？あ？何ここ？どこ？ああ、ここか。あ、ここって開かなかったんだ。そっか。来たよ。女の子？あれ？女の子？このままじゃ助けようがない。まずは鍵だな。いや、女の子？いないよ。持ってる持ってる。あ、あ、オッケーオッケーオッケー。アイテム仕様は、これか。はい。おーい。ちょっと待って、その前にセーブしてきていい？セーブさせてクレメンスなのだ。セーブどこだっけ？あった、ここだ。はぁ、女の子生きてるかな？無事で会ってくれよな。あ、いたわ。大丈夫か？ありがとうございます。無事でよかった。それにしても、なぜこんな場所に？わからない。わからないんです。バスが落ちた後、気がついたらここに。あの、誰にも見られてませんか？何？他に誰かいるのか？一体何があったんだ？今すぐ逃げないと。見つかる前に早く。どこに？逃げる場所なんてないよ、ここには。何なんだ、一体。なんか、結構でも、ちゃんと過ごせそうな場所ではあるな。さっきの場所より、ちょっと小綺麗じゃない？ああ、そっち行くの？どこへ行くんだ？安全な場所、出口です。出口？ついていくよ。ああ、走ってた。どこ？どこ行った？いたいたいた。ここです。このピアノの先、そうだ、一人じゃ動かせなかったのを重くて一緒に動かして。待ってくれよ。その前にちゃんと話してくれ。ごめんなさい、突然。でも、話せることなんて何も、私もわからないんです。何が何だか。そうか。あの、俺、周一って言うんだ。君は？私は、柏場、はるな？かし、ば？かしわ、ば、はるなです。はるなちゃん。あ、かしわばでやってた。かわいい、おっぱい大きいね。そこかい。いや、でも髪型あの、なんだっけ、もみあげの部分のさ、横の触覚の部分がさ、長めなのかわいいよね。そういう髪型好き。この先が出口だと言ってたけど、どうして知ってるんだ？連れてこられた時の記憶がかすかにあって、覚えてるんです。今も誰かの視線を感じる。なんだか妙な感じがします。早く逃げないと。それ私の視線じゃない。私があの、春菜ちゃんの胸を見つめてるっていう視線じゃないの？他の視線？ちょっと他の視線だったら不気味だね。わかった。こんなところ早く出たいのは俺も一緒だ。一緒にここを脱出しよう。このピアノも二人で協力すれば。はい。じゃあ私がこっちを。ん？よし、俺が反対側を持つよ。オッケー。持ちます。せーの。行くぞ！せーの！動いたー。動いた！いいぞ。これで出られる。一緒に出よう。確か、この穴の先。行かないの？行っちゃうよ。ちょっとその前にセーブしてくるね。ああ、よかった。戻れなくなったかと思った。おー、いた！行くよー。えい。ここは、
この先です。早く。あ、音が。なんか、おーおーおー言ってるね。確か、あっち。どこ？ここ？あ、そっち。いやー、やばい、不穏な、不穏な。こっち、こっちです。ギー。そうだ、この部屋、覚えてる。確かこの先。ちょっと一人で行かないで。鍵がかかってる。鍵を探すしかない。なんて呼べばいいかな。そのまま春だね、春だね。そのまま春だでいいですよ。私はなんて。なら俺も呼び捨てでいいよ。友達はシューって呼ぶけどね。じゃあ、シューくん。ひひ。ちょっと嬉しくなっちゃった。あだ名で急にね、くん付けで呼んでくれたから。鍵を探しましょう。そうだね。春菜はここを探してくれる。俺は他の部屋を調べてみる。他、一人で調べるんですか。うん、わかった。気をつけてね。本当に鍵がかかってる。扉にはもみじの模様をね。もみじね。オッケー。なんかごちょごちょ言ってんね。ごちょごちょ言ってるけど、こっちにも行ける？あ、チューチューネズミ。鍵かかってる。セーブは？あ、ある。風緑な男の手記。風緑？どういうこと？近頃感じる妙な視線、それに寒気。村長は俺の気にしすぎだという。イフって書いてある。これ昔だね、だいぶ。そう思いたいが、やっていることがことだけに、やはり気になる。しかし、今更やめられない。我々が生き延びるためにも。それに、連れてくるのが若い娘ばかりで、おこぼれに預かれるのもたまらない。おこぼれですね。なるほどね。うん、ああ、じゃあ、春菜ちゃんおこぼれされちゃうかもしれないね。お！なんだ、開かない。でかい。これ、あれじゃない？なんか、一個ずつちょこちょこ動かしてさ、開けるタイプの箱。名前なんていうのかわかんない。ああ、ゴキブリにビビる。でもここの部屋の探索こんぐらいじゃないの？この辺見なきゃいけないもしかして。嫌すぎる。あ、やっと抜け出せた。感謝します。またいつか元気で。あ。他の部屋？まだここ調べられる？ああ。簡素な布団。まさか、こんな場所で女性を。あ、おこぼれに預かってた。なるほど。あ、こっち行けるやん。仕掛け開けた。どこですか？あ、なんかあるぞ。ブリキ缶。中に何か入ってる。丸められた紙。中に何かが入った紙。硬くて開けそうにない。ほう。丸められた紙を入手した。これ燃やさないといけない？中に何か入ってるな。くそ、硬くて開けない。あれか、燃えてたよね。戻ろうか、じゃあ、セーブしに戻ろうぜ。ああ！シュウ君、どうだった？妙な紙のボールを見つけたよ。中に何か入っているようなんだけど、なんか、今の間がさ、春菜ちゃん、なんだそんなもんしか見つけられなかったんか、みたいな間にしか感じなかったんだけど。一度濡れてから乾いたのか、固まってて開けないんだ。そうだ、さっきこれを拾ったの。そんなことよりって感じだな、今。おお、いっそ外側だけ燃やしてしまえないかな。ダメだ。湿っていて使えない。湿ってた。そう、残念。でも、燃やすというのは悪くないかも。はい、じゃあ燃やしましょう。燃やしに行ってくるね。随分古い建物だね。いつ頃のものなんだろう。うん。まさかバスが事故に遭うなんてな。春菜はどうしてあのバスに乗ってたの？実はお墓参りに行く途中で、山の上にお母さんのお墓があるから。そっか。お父さんは？うん。お父さんは生きてる。そうか。
ごめんなさい、何も見つからなくて。春菜、さっき言ってたよな、連れてこられたって。うん、でも記憶がはっきりしないの。その時は半分気を失っていたから。ん？シュウ君、気をつけてね。ああ、これで終わりか。じゃあ燃やしに行くか。何もありませんように、何もありませんように、何もありませんように、何もありませんように。ああ、来た来た来た、よかった。燃やそう。あれ？ああ、これでアイテム使うのか。はい、紙を燃やした。中に何か入ってる。古びた鍵。地下への扉の鍵？地下だって？地下は帰る気ないじゃない。見つけた。あれ、はるなちゃん、はるちゃん、はるちゃんちゃん、はるな。あれ、ちょっと待って、なんで周一くんはさ、反応しないの。はるないないぜ、どこ行ったぜって、どこ行ったんだぜ。地下行かなきゃいけんか、これ。マジか。はい。鍵開けた。いや、やっぱここだよな。あれ、やばい。ずっとシフトキーおしっぱいになってる、これ。ちょ、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 ああ、戻った。よかった。ああ。あれ？あ、戻ってきちゃった。で？あ、セーブある！やった、やった。ちなみにセーブって何個あります？ 20 個しかない。心もとない。そっか。血まみれ、一体何が保管されているんだ？はぁ、あ、調べられるけど、同じことしか言わない。ピース！何かのピース！飾り模様が描かれている。ピース！やった！ラブ&ピース、うん、なんかおる。なんか犬おる。犬、だ、この手はまさか、ある少女の嘆き。24日午前8時。こんなことなら私の儚い夢、憧れをあなたにお伝えしておけばよかったわ。もし今すぐここから帰れたら、いえ、怪我されてしまった体の私を受け入れてくださるかしら。昨晩の男たちの下品な顔が忘れられません。アマニエ様に捧ぐ神聖な儀式というのは嘘だったのでしょうか。私のため息、私の独り言、私の涙、私の手紙、それらの一つ一つが、え、一つ一つって書くんだこれ。昔って一つ一つって言うんだ。へえ。それらの一つ一つがあなたをお待ちしております。あれか、生贄になっちゃった、おこぼれされちゃった女の子か。ちょっと一回鼻かましてもらっていいですか。なんか鼻詰まってんだよね。いや、ここ絶対カットするわ。あ、ちょっと休憩しよう。やるわ。ワンコ？わあ！犬にビビり散らかしてる。はあ、なんだ？わあ！野良犬か？一体どこから？ずいぶん人に慣れてるな。いや、もう吠えるな！人に慣れてるなら！よしよし！よし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 ！ついてくるのか？仕方がないな。え？おお、心強い、ありがとう犬。君の名前は今日からミシェルだ。ミシェル、よろしくな。ん、ああ、よかった、春菜ちゃんいた。シュウ君。春菜、どうした？あ、ちゃった、どうした？どうした、何か見つかった？ごめんね、そうじゃないんだけど、ちょっと心細くて。わかるー、私も心細かったー。ワン、あ、
この子どうしたの？ついてきちゃって、どうも野良犬らしい。おいで。迷い込んじゃったの？かわいそうに。私預かろうか？やめて！ミシェルのこと奪わないで！僕とミシェルは、生涯を共にするって誓ったんだ。はるなちゃんも一緒においでよ。一緒に来てくれたらさ、みんな三人仲良くさ、脱出するのに。そうだね。頼むよ。頼まないで。一人より安全だし。俺はもうちょっとこの辺りを探すから。うん、わかった。シュウ君、気をつけてね。ミシェルミシェルピースはめます。はい。飾り箱を開けた。おー、鍵ゲッター、ゲッチモミジの鍵。あしらわれた鍵。やった。はるなちゃん、鍵見つけたから行くよ。あ、シュウ君、何か見つけた？見つけたよ。ほら、これ。もみじの鍵をはるなに渡した。ほんとだ。扉と同じ模様。シュウ君、きっとこれだよ。とにかく試してみよう。うん。ガチャリ、ガチャガチャ、勝ち、開きました。開いた。ミシェル、どうした？急にどうしたんだ？あらららら。そっちは聞け、あーミシェル！あ、待って。あー、はるなちゃんも行っちゃった。はるな、セーブしまーす。もう自分の命、第一。はるなちゃん、ミシェル、君たち、生きててくれよな。ミシェル？あ、キャー言うとる！これは、はるなの式、はるなの式？6月26日金曜日、またあの子たちに嫌がらせを受けた。目立つ茶髪が気に入らないとか、男子に色目を使っているとか言われる。髪色はお母さん譲りで生まれつきだし、色目なんか使ったことはない。まあ、豊満なボディしてましたもんね。なんでこんな目に遭うんだろう。私に何か悪いところがあるんだろうか。人に迷惑をかけた記憶はないし、そんなに目立とうとしてるわけでもないのに。ついに、次の登校日までに髪を染めてこいと言われる。嫌だと言えばエスカレートするだけだ。涙が止まらない。生きるのが辛くてたまらない。いっそ死んでしまえたらと思うけれど、私が死んだら、お父さんが。本当に辛い気持ちになった時、私はいつもお母さんのお墓に行く。お母さんに話を聞いてもらえば、きっとまた、生きる勇気が湧いてくるはずだ。じゃあ、お母さんのお墓参りに行く途中だったってことは、今の春菜ちゃんは、めっちゃ闇気ってことだよね。もう病んでて、マジ無理、死にたい、マリカしよう、みたいな状態なわけでしょ？大丈夫かな、こんなところに来て。春菜。で、叫び声聞こえたけど、大丈夫、春菜ちゃん。いる？何これ？棚の中に鍵が入っている。開かないね。なんか、多分必要なんだな。チェーンカッター的な何かが必要なんだな。この針金みたいなやつを外す何か。ペンチか？ペンチが欲しいのかな？うわ、なんか、やだ。古い電話機だ。くそ。助けを呼べればと思ったんだけど。まあ、無理だ。すごい、カーテンがさ、なんか髪の毛みたいに見えてめっちゃ嫌だった。嫌だった。はるなちゃん？鍵がかかっている。扉には胃腸の模様が描かれている。これ。ニッパー、セイ、ゲッチュ。やだー。風の音、怖い。風の音ですよね。風の音以外ありえませんよね。うわーヘイ。バケツは触れない。うわあ、こっち行ける。真っ暗、怖い。で、ここね。アイテム。ニッパー。針金を切断した。胃腸の鍵。ナイス。あれ？あ！逃げ！あ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 ！
いつ、消えるのか。あいつ、ああ、電話が鳴ってる。で、電話が、セーブ。ずっと鳴ってる。ずっと鳴ってる。あ、逃げられないようにもみじの鍵は飾り箱に保管せよ。なるほど。なんでこれ別の音鳴ってるんだろう。あれ？どっから鳴ってんだ。え、なんで音違うんだ。なんかここの辺にも電話があんのかな。あ？え、なんで音変わるんだろう、本当に。出るか。ちなみにこれは何？ただ落ちてきただけ。なんて？なんて？なんて？聞き取れませんでした。てか、聞き取る気がなかったわ、今私。怖すぎるから、ちょっと認識しないようにと思って、なんて？なんて？なんて？って。春菜の声との違う。何なんだ、一体。春菜ちゃん消えちゃったからな。うわぁ、びっくりした。落ちてきたものにビビり散らかしちゃった。え？ここ、いるよね。あの、真っ暗でさ、あそこちょっと入りたくないからさ、こっち行くしかないんだけど。胃腸の鍵。ん？あ、これこれ。鍵を開けた。やだ、風の音。おー、春菜ちゃんいるよ。春菜！来て。こっちよ。あ、消えた！春菜なのか。違うと思う。春菜ちゃんじゃないと思う。早く、急いで。絶対違うと思う。これは幻覚か？でも進むしかないよね。うわ、空いとる。あ、セーブある。まあ、これは、やばいですな。ちょっと帰れる？これ。帰れる？帰れる？開かない！ Oh my god！ 帰れません。僕は、先に進むしかないんですね。もう喋れない。もう無理。なんかある、怖い。なに、上にあんの、なに。死体？なんかえぐくない？春菜！大丈夫か？気絶してる？え、春菜ちゃんいる？あ、春菜ちゃんいたわ。死んだかと思った。これ誰の死体だよ、とか思ったわ。え？これ、やっぱ池に、あ、よ、な、笑ってます。なんか、すごい面白いことでもあったんだろうな。うん。なんだ？誰かいるのか？わあ！嫌だ！やめて！来ないで！ちょっと目細めてます！目細めてます！絶対びっくり描写が来ると思うんです！え？どうだ？これどこに逃げればよかったの？ちょっと逃げる場所わかんねえわ。どうすんの？